アニメ龍騎爆発バーングレイバーン第9話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。来たわね、神回。龍騎爆発だ。龍騎爆発ってなんだよ。こんな悲しいタイトル回収あるかよ。スミス、龍騎爆発かっこ物理。前回見たところからスタート。あ、オープニングは普通にやるんだ。爆発で大穴が。サブタイトル、ブレイバーンのセリフじゃないのか。俺たち、ファンネル。ビット攻撃エグい。ペシミズムが鬱陶しいな。連携して攻撃してくんのうぜ。やっぱ2対1は不利だな。響きからの悲しいお知らせ。ブレイブナイツ1、ロスト。スミスロスト。いわゆる MIA 作戦中行方不明状態。スミス以外もロストしてるんだけど。宇宙空間に放逐されたやつのことも思い出してあげて。きらめきなさい、ブレイバーン。全方位攻撃かよ。勇が切れた。勇はいつも切れてるだろ。戦場では冷静さを失ったものから負ける。スミス。どこだ。透け取る。窓割れてね。なんじゃこやー。そしてすっぱだか。霊体か。まさか、そんな。光るか半身。死んでる。ガッテムー。本当に死んじまったのか。スミス。ルル謎の急成長。ルルの雰囲気変わってない。やっぱり口調が。愚かなりブレイバーン。実体のある霧。霧の状態からでも自由にサブアーム出せるのずるすぎない？もっとよ。もっと楽しませてちょうだい。2対1なんて卑怯だぞ。ブレイバーン大苦戦。ガチギレイサミさん、殺意の波動。イサミの怒り、作が気合入っててすごく良い。落ち着くんだイサミ。冷静さが欠けている。ブレイバーンに体内から八つ当たりするのさすがイサミ。俺はヒーローになりたかった。僕はね、正義の味方になりたかったんだ。唐突な回想。切り継ぐみたいなこと言ってる。ダッドとマムは俺のヒーローだった。ブンドド。チビスミスかわいい。でも、二人を守ってくれるヒーローはいなかったんだ。父ロイドと母クレア。悲しき過去。スミス、若くして両親を亡くしたのも英雄願望のきっかけなんだろうな。坊主時代。ハートマン軍曹。ゴビにサーをつけろ。人間には限界がある。アメリカの機体いいな。このカラーリングもいいね。それでも俺なりのヒーローになろうと思った。それで TS 乗りに。男の子なら TS に憧れるよな。真面目にやれ、ルイス・スミス。ロボで遊ぶな、スミス。何やってんだ、スミス。ヒーロー登場だぜ。前回めっちゃ爆発したヒーロー。そして本当のヒーローが必要になった時、そいつは現れた。もはや懐かしい1話の衝撃。ヒーローは俺じゃなかった。ヒーローはあいつを選んだんだ。生理的に無理だもんな。悔しかったけどそれでもいいと思った。あいつらの隣で一緒に戦えるなら。それなのに。一緒に戦えると思った矢先に死ぬんだもんな。おめでとう、ルイス・スミス。クーヌスもいた。出たわね。ロボットアニメでおめでとうは身構えてしまう。そうささやくのよ、私のゴーストが。草薙元子かな。つまりこいつも死んだ。そなたの熱情意味深、生のリビドー意味深。受け止めきれず、こぼれそうだったかっこいいミシン。言葉の紡ぎ方がいちいち卑猥わら。さあ、共に行こうぞ。嫌な無理心中だな。熱くなりすぎてるぞ、イサミー。イサミがかつてないほど切れている。ちゃんと技名言うてる。怒りのまま振るう刃は負けフラグだぞ、イサミー。怒りのスーパーモードはやめろと言ったはずだどもん。能力的に相性が悪すぎる。バニタス、抱きつき方がいやらしい。二人羽織してる。認めないぞ、こんなの。そりゃこんなのと心中とか嫌だろ。約束したんだ、あいつと。なのに俺は、死んじまった。約束を守れずに死ねないよな。まだだろうが。まだやり残してる。まだ俺はやれる。死んでるのに元気だな。世界、救ってねえ。熱いシンクロだ。集いし思いが、ここに新たな力となる。光さす道となれ、シンクロ召喚。XM3 ライジングオルトスにルイス・スミスとクーヌスをダブルチューニング。何の光だ。その時不思議なことが起こった。来るぞユーマ。おい股間に吸われたぞわら。マジでそういうことだったか。これが有機生命体の濁感情。私の心が、体が、溶けていく。あいぶなわら。なんか絶叫してるわら。スミスとクーヌスが一つに。ついに来るか。融合合体。シンクロフュージョン。そんな、まさか、まさか本当に。うおーおー。オープニング来たー。
やっぱりブレイバーンじゃねえか。ですよねー。転生したらブレイバーンだったけん。やっぱそういうことだったのか。ブレイバーンイコールスミス説は正しかった。繋がったな。待たせたな、イサミ。助けに来たぞ。そりゃ名前知ってますよね。声が違う。性格が多少キモくなったのは融合した相手の影響か。声が全部スミスになってる。あの時ブレイバーン自身もその力に驚いていたようだったのはこういうことか。第1話の手探り感はちゃんと理由あったのな。あ、そうだ。バーンブレイド。憧れのブレイブザーンできたね。それにしてもこのスミスノリノリである。これがブレイバーンの真相であった。まさか1話の時のこのセリフがここに来て全く意味が違って見えてくるとは。ブレイバーンがスミスのセルの生理的に無理って言ってたの本当に本人だから乗せられないってことだったんだな。話の途中でセリフかぶせてくるのって余計なこと言ったらスミスがブレイバーンになるルートがなくなるからか。そりゃ話そらし続けるわな。これでルルがブレイバーンのことをスミスって呼んでたのに説明がつくな。ルルの名前知ってたのとかもこれで説明ついちゃうのか。なるほど、だからこういうアイキャッチ。今までのアイキャッチも実はネタバレだったってわけ。絶望に飲まれるな、イサミ。私はずっと君のそばにいる。私かっこスミスはずっと君のそばにいる物理。本当にずっとそばにいたな。それはそれとして、今のピンチをどうしのぐか。真相が分かったところで状況が悪いことには変わりなし。勇気爆発バーンブレイバーン第9話。理屈抜きで面白い、気持ちよく納得させられる熱いドラマ、映像、爆発、合体、生理的に無理すら深い意味があったんだな。お見事。人間臭いブレイバーンの伏線回収。ヒーローへの憧れ、イサミへの思いに XM さんライジングオルトスの期待とクーヌスが加わった。ブレイバーンの性格は、咽頭を司るクーヌスが性格に影響された？本来の性格？ブレイバーンとクーヌスって口調は同類っぽいし、結構クーヌス成分強く残ってるのなわら。なるほど、ルルが最初ブレイバーンをスミス呼びしたのも伏線で、ルルは感じ取ってたのね。9話見てからもう一度1話から見始めると色々発見がありそうで2度楽しめてよいね。第9話めちゃくちゃ驚きました。いやいや、まさかそんな仕掛けがあったとは。エンディングも含めて、ギャグかと思うようなところも全て計算されていたんでしょうか。スタッフさん、よくこんなことを思いつきましたよね。今すぐ誰かと語り合いたい気分ですわ。熱くなって寝れなくなった。ルルは気づいてたのかな。あのスミス機のノウハを使って周辺を把握するシステムと同じ理屈で、ルルはノウハでスミスを見分け続けていたのかもしれませんね。ブレイバーンの正体と、合体パワー UP 界。前からスミスイコールブレイバーンは言われてたけど、自分的にはちょっとしっくりこない。スミスは一応はちゃんとした軍人、むしろ常識人よりだから、ブレイバーンの規格外な性格とは同一のものとは思えないんだよな。ロボットアニメの9話は神解説提唱。早急のファフナーエクソダスとこれがパッと思いつく程度だけど。ヒーローであるイサミを抱いて一緒に戦う、一人称を俺たちに戻したブレイバーンがスミスとしてイサミに語りかけて勇気爆発するの熱い。ついに第1話に繋がったな、イサミ。最高にたぎる答え合わせかい。第1話のブレイバーンの挙動一つ一つに納得。スペルディアのリアクションもいいオチだ。ブレイバーンかっこスミスの正体。そして彼とイサミの勇気が爆発するバーンブレイバーン爆誕、もろもろにかけた合体は男のロマンの絵を示すシナリオの熱量さだな。勇者シリーズかっこサンライズなどへのリスペクト高き位置は、引きも含めてエモさ爆発だ。スミス、やはりお前だったか。往年のノリなのも、スミスの趣味だと思えば納得。決め台詞を字幕で表示するイサミに優しい親切設計も、スミスの趣味だと思えばかっこよく。ここから反撃だ。で、感動の涙に無線で胸が熱くなっていた、と思ったら次のシーンで爆笑。このタイミングで脈々なくでも熱くて好きパワーアップするんかい。ついにタイトル回収。ミユ隊員の言う通り来たこれ。スミスはヒーローになって夢を叶えたんだな、かっこしろね。世界の平和を守るため、勇気と力をドッキング、シンクロ召喚。前回の展開、ただでは起きないと思いましたが、まさかの結果、毎回びっくりさせてくれます。スミスに入れ込んでるルルちゃんも、なんだか一層複雑に。火に投げ込まれた不死鳥を思わす輪廻転生。そういうことだったのか。俺たちで世界を救う、信じて語らぬ魂の融合が胸熱すぎる。スミスの死からの、ブレイバーンの正体判明の流れがお見事だった。
今までしっかり貼られていた伏線を回収しつつ、炎や煙の作画エフェクトも、挿入歌も何もかも素晴らしい。この話に全てが詰まった演出だったな。ブレイバーンの正体と、人の無限の可能性に触れる熱い一話、そして合体の熱いお約束。なんだけど、その結果完成したのが話を聞かぬ愛の重いロボ&自作自演感のある合体わら。全部想像の斜め上なんだよなわら。先週の勇気爆発とはこのことだったんだな。スミスはヒーローになりたかった。けれど、ヒーローはイサミを選んだ。しかし、スミスは選ばれなかったんじゃない。そもそも初めから二人で戦ってたんだ。勇気爆発の意思は受け継がれていたんだな。来た、これぞタイトル回収。最高に盛り上がる演出に大拍手です。まだ世界、救ってねえ、という二人の叫びは激アツでしたね。ズルも含め、まだ謎は残ってますが残り3話、熱く締めてくれることに大期待、最高に面白かったです。俺たちで世界を救うんだ、と、イサミに葉っぱをかける、ブレイバーンカッコスミス。そして、そのイサミの勇気が高ぶった先に確定した、勇気合体バーンブレイバーンの背後に、地球が映し出されていることに、彼らが世界を背負い戦う勇気が垣間見えます。9話視聴後にキービジュアルを見ると、スミスの発光の意味がわかるな。イサミって本当に巻き込まれ主人公だな。基本何も知らないまま戦ってるイメージで今回もブレイバーンの正体も知らないままスミスはもういないと思ってるし。オリジナルアニメの魅力が爆発、これが見たかった。9話でついに真相が明らかになり、勇者ロボの定番の合体ロボに、今後もどうなるのか楽しみ。スミスお帰り、でいいのかな？あのレバーは脱出レバーじゃなかったんすね。続きも気になる。ブレイバーンの正体は大方の予想通りだったけど、1話のまだ早いレバーなど怒涛の伏線回収と待望の合体でのタイトル回収といった見せ方が素晴らしくて激アツでした。二人がシンクロした世界救ってねえはゲームやパチの演出で使えそうです。スミスの熱い思いかっこ魂がブレイバーンとイサミとも交し合い、そして合体、最高でした。ちょっと意外な形でのスミス復活には泣けましたね。最終的にイサミが勇気に目覚めたことが、トリガーだった気がします。真のタイトル回収。エンディングが演出継承っぽいって、あながち間違ってなかったのか、困惑。スミスとブレイバーンの関係が明らかになり、強化形態のお披露目となった神回。今回はマジで熱いスーパーロボットアニメしてました。かつてヒーローになりたかった男が相棒と共に最高のヒーローになるまでの物語。それがこの作品だったんでしょうね。9話視聴後、1話から8話の印象が変わる、リアタイで1話1話を楽しめるアニメ。10話を楽しみに待ちながら、今の気持ちで1話から再視聴しようと思う。はい、というわけで、勇気爆発バーンブレイバーン、第9話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば、他の動画も見てみてください。